お疲れ様です。そろそろアルファ7-4が発表されますね。なぜ初心者こそアルファ7-4がいいのか、そのお話をしていきたいと思います。写真や動画の撮影は絶対に確実に誰が何と言おうがセンサーサイズが基準になります。センサーサイズが大きくなることによってどうなるか。1つ目、画質が良くなります。しかしその分価格は高くなります。カメラ本体が価格は高くなってしまうんですけども、しかしそれがね結構落とし穴で、 APS-C の場合、まあ僕は α6400 を購入したんですけどね、一緒に買うた高倍率ズームのレンズ、別でマクロレンズを購入しました。でその後その2本だけで満足できたかっていうと全然満足できませんでした。正直言うて、あの広角のレンズが欲しいなであったりとか、明るく撮れるレンズが欲しいな、あとは単焦点のレンズが欲しいな、まあ外に出た時にねやっぱりその望遠で撮ってみたいなっていうのもあったりしたんですけども、使用用途がね個人個人で変わってくるんで、どのレンズが欲しいかっていうのは変わってくるんですけども、 APS-C とフルサイズを比べると APS-C の方がねレンズをかなりねこう厳選しないといけないんですよ。撮りたい被写体に対してどのレンズが合うかっていうのをね考えないとなかなか撮れません。正直ある程度の知識を持ちながら、撮影しないことには APS-C で綺麗な映像、まあ、綺麗な写真、ここら辺をイメージ通りに、撮影するっていうのはかなり、慣れが必要ですね。で言い方を変えてしまうとフルサイズの方がはっきり言って誰が撮っても綺麗に撮れるんですよね。レンズもある程度フルサイズの場合なんですけど、APS-C と比べてしまうと1本あればねほぼ APS-C の時の使用用途はほぼ賄えます。それに関してはねまたちょっとお話しするんですけど、初心者の方に向けてねこれ作ってるんで、まあ、クロートの方はね全然話変わってくると思うんですけど、そこら辺だけご注意ください。ついてこれてますかね。ついてこれなかったらもう一回見直してください。で今から喋るのはあくまでもAPS-C とフルサイズのセンサーがね変わるとどうなるのかっていうところをお話してるん で、2番目なんですけど、広い範囲の撮影が可能になる。これ広い範囲の撮影が可能になるっていうのは風景物撮りの撮影に必須っていうことで、風景撮るときに画角が狭いとねやっぱりその見た目があまり良くない。広いほど綺麗に見えたりとかダイナミックに見えたりとかするんで、で室内でね物撮りする際も画角が狭すぎると正直撮りにくいです。これやってみないとわからないんですけど、これはまあ僕の実体験で思うことです。で3番がボケる量が多くなる。ボケる量が多くなるっていうのは奥行きが出てきますね。で奥行きが出てくることによって臨場感のある撮影が可能になります。まあボケるっていうのは、まあ、ポートレート、スマートフォンとかでもね、まあみんな最近やってると思うんで、インスタグラムとか上げてると思うんでね、そこら辺はわかるかなと思います。で4番の白飛びや黒つぶれを抑えることができる。これは白飛びっていうのは大体まあ外で太陽がね、お昼間晴れの日ですね。そういう時によく起きることですね。あと黒つぶれに関しては、今度光の量が足らないところ、撮ったりとかすると、出てくるんですけども、ここら辺も APS-C とフルサイズを比べてしまうと、フルサイズの方が高画質な撮影が簡単にできるっていう状態になります。で、5番目、暗所性能が変わる。暗所性能が変わるっていうのは、結局ノイズが出るか出ないかっていうところが大きいと思うんですけども、やっぱりそのディテールの細かい撮影ができてしまうっていうことになるんで、で、6番、本体が大きい、重くなる。ここら辺がまあデメリットになるんですけど、ここら辺がねデメリットと感じる方は最新の iPhone 買えばいいと思います。で実際僕もねここら辺踏まえてやっぱ金額的なところであったりとか、普段使いのことを考えたりとか、まあ重さであったりとか携帯性、普段持ち歩けるそういうことを考えるとスマートフォンの方がいいんですけども、ちょっと話変わっていきますけど、 Apple iPhone 13 Pro の購入画面になるんですけど、 iPhone 13 Pro Max、グラファイト、容量は 1TB、 まあ
一番下の 128GB でも 134,800円で、146,800円、17万円、194,800円、今回下取りは出さないで、 Apple Care はね、だいたい僕は入ってるんで、これが2年間 26,800円で、それの合計がこの 221,600円。ちょっとね、携帯でしょと、綺麗に撮れるのは知ってるけど、ここまで出すんやったらっていうところなんですよね。でそれでこの前発売された、これが悩んでるんですけど、16インチ MacBook Pro カスタマイズスペースグレー、これがね一番まあいいやつなんですけど、 64GB ユニファイドメモリー、2TB の SSD ストレージで 507,800円。もうちょっと度肝も抜かれるでしょう。まあ、ここら辺はちょっとね、今1台パソコン持ってますし我慢して、カメラの方なんですけど、携帯で22万出すんやったらっていうところでちょっと元戻りますけど、 α6400 ユーザーの僕が α7-4 を買うことによってね、センサーサイズが上がるっていう、そのメリットっていうのが先ほど説明した通り画質が良くなる。当然本体の価格は高くなってしまうんですけども、そのスマートフォンとかと比べるとね、まあ大差ないっていうことが起きてるんで、価格帯でね。で、その後ご説明した通り、広い範囲の撮影が可能になったり、ポケる量が多くなる、白飛びや黒つぶれを抑えることができる、暗所性能の性能がアップする。本体が大きい、重くなるはあんまり僕にとっては問題はないんですけども、ここら辺踏まえるとやっぱり最初からねフルサイズを買ってた方が良かったなと。で本体の価格が高くなるのと比べ APS-C は本体が安いんですけども、結果的にレンズを2個も3個も4個も買っていったらね、それっていうのはなぜ買うのか、広い範囲を撮りたいから、もっとボケた撮影をしたいから、白飛びや黒つぶれが気になるから、暗所性能がもっと暗いところでも明るく撮りたいからレンズを買う、もうそんなことをするんやったら最初からフルサイズを買えばいいじゃないっていう話なんですよ。これが今日の伝えたかったことです。結局ね、本体が安くて買いやすい、ただそれだけなんですよ。 APS-C のカメラって結局はそのカメラを扱うことによってね、撮りたいものがいろいろ増えていって、でもっと綺麗に撮れないかな、もっとこうできないかな、そうなってくるとレンズが欲しくなるんですよ。でレンズを買っていくんですよ。結局本体が安くてもレンズを増やすことによって、そもそもその使ってるお金の金額っていうのが高くなっていってしまう。でそこでお金を投資するんであれば、最初から本体の性能を上げてる方がよっぽど将来的にも使えますし、長いこと使えることになるんで、特に α7-3 から4になるまでかなり時間がかかってるんでね、今回4が発売されるということで、またその次の世代が5が出るっていうのはだいぶ先になります。だから今これからカメラを探しはる方、これから興味を持っていろいろね、YouTube の動画を見たりとか、いろいろ調べたりとかしている方もたくさんおられると思うんで、僕の意見をまあ参考程度にお聞きしてもらえればいいかなと思います。僕は正直言って α6400 もかなり気に入ってるんですけども、やっぱり APS-C のセンサーサイズっていうのが一番僕にとっては今ネックになってるんで、今以上のものを撮りたいっていう気持ちの方が大きいです。そしてスマートフォンの方がね、進化していって、スマートフォンの方が綺麗に撮れる、気軽に撮れるっていう時代にもなってます。そうなってくると、やっぱり APS-C のその存在意義っていうのが今のところだいぶ薄れてきてるんじゃないかなと思いますね。やっぱりこれからその一眼ミラーレスを買うんであればフルサイズ一択じゃないかなと僕は思ってます。今回は以上になります。
まずはね、今日の今晩ですね、発表を見て、家族と相談して購入できるかどうかわからないんですけど、購入できた時はまた動画で紹介したいと思います。では、さよなら。